ファンタジーラジオ。はい、マノッチです。よろしくお願いします。はい、ですね、世の中にはね、会話が上手な人、下手な人っていうのがいるじゃない。うん。で、まあ、ね、気にしてない人は、まあ、そのまんまでいいんだけど、やっぱり気にする人っていうのは、やっぱり上手になりたいっていう方に考えてるのが傾くよね。うん。俺も上手になりたいと思います。うん。で、今世の中ってのは便利だ。便利だから、うん。Google さんでね、すぐにパパッと調べられるんですよ。そしたらね、5つ。うん。会話上手なやつ。話上手なやつ。うん。のテクニック。っていうものがね、5つ見つかりました。で、今回はそれをぐちこと一緒に実践してみたいと思います。5つね。はい。では行きましょう。レッスン1。相手の名前を入れる。会話の中でさりげなく相手の名前を入れてあげましょう。〇〇ちゃんこれどう思うなど相手の名前を呼ぶことで2人の間の壁が1つなくなります。コミュニケーションの第一歩としてとても重要なので、これは絶対に押さえておきましょう。ぐちこはさ、これってどう思う？気安く名前呼ばないでくれる？レッスン2〇〇だと思うよ。相手に意見を伝えるときには僕は〇〇だと思うよというように、あくまで自分の意見であることを伝えましょう。これは絶対に〇〇でしょうなどと、いかにも世の中全体の意見のように話すのは要注意です。語尾に付け加えるだけで波風を立てずに自分の意見を伝えられるので効果的です。いや、俺的にはね、カレーライスには福神漬けかなと思うな。勝手にすればいいでしょ。レッスン3、面白いね。昨日作ってた料理で砂糖と塩を間違えて入れちゃって、あはは、面白いね。相手の失敗なども面白いこととして捉えてあげることでその場も和みます。失敗は笑い飛ばしてくれた方が気が楽になるのです。ただ一言、面白いねと付け加えましょう。ごめん、いや、せっかくさ、料理作ったんだけどね、砂糖と塩間違えちゃったんだよね。間違えると意味わかんないし、ばっかじゃないの、全然面白くないし。レッスン4、いいな。相手を羨ましがるときに使うワードですが、言われた人は優越感に浸れて気持ちいいものです。この間旅行で〇〇に行ってきたの。へえ、いいな、僕は行ったことないんだよね。人は自慢したいときもあります。そんなときは素直に羨ましがることです。会話上手とはすなわち相手に優越感を与えられる人でもあるのです。ちょっと聞いてよ、こないださ、ハワイ行ってきたさ。マジで？すっげえ、めっちゃ羨ましい。いやー、いいなー、羨ましいなー。ゼネービル！レッスン5、自分の好みを素直に伝える。僕は〇〇が好きだな、など、自分が何を好んでいるか伝えることによって、相手に自分の心を開いていることをアピールできます。好きになることに条件などは必要ないはず。だからこそ、一番素直な感情を伝えられます。それによって、相手が心を開いてくれる可能性も高まるでしょう。俺はね、カレーライスの中でも、やっぱりカツカレー。あれが好きだな。やっぱカツが入ってるだけすっごい豪華な感じするし、美味しいんだよね。好きだな。だから何？